はい、こんにちは、ココミです。今回はジョブチューンで紹介された文房具を紹介したいと思います。ということで、 TBS のバラエティ番組ジョブチューンで文房具がいろいろ紹介されたみたいです。私は放送後にそれを知ったので、実際には見ていないんですけど、紹介されたものは分かっているので、私が持っている紹介されたものを紹介したいと思います。まず一つ目が西川コミュニケーションズのハンデというマスキングロールステッカーとなってます。これは発売当初、面白い、買ってみたいと思って伊東屋で見かけたので買いました。それ以後いろいろコラージュをするときに使っていて、最近だとパイロットの歴史をまとめたノートに私が購入したもの、波っぽい形だと思ったので使いました。すごい面白いですよね。マスキングテープなので間違っても剥がせるようになっているし、続いてはパイロットのフリクションライト、消せるでおなじみの唯一無二な蛍光ペンです。間違いを恐れずに安心して弾けるのがすごくいいです。続いてはペンテルのレンズ、折れにくい、いや折れない、そして1回のノックで長く書き続けられる、学生の方がよくする板書の写しにめっちゃ最適なポイントがたくさんあるシャーペンとなってます。見た目もかっこよくて書きやすいです。多分自動芯出し記号によってふわっと沈む感じがあるんですけど、これが嫌いじゃないなって思います。続いてはゼブラのデルガードタイプ ER、 デルガードということで折れにくいシャーペン。私がデルガードを好きになったきっかけのシャーペンです。グリップが太めでラバーで持ちやすくて書きやすいです。低重心でもあって好きなシャーペンの一つとなってます。で、この消しゴムが一番の注目ポイントで、ありそうでなかった、面白くて便利です。そして最後はコクヨのソフトリングノート。もう空気に何も感じさせないリング、邪魔じゃないレベルではない凄さ、自然すぎて便利なのかも忘れるぐらい、めちゃくちゃおすすめなリングノートとなってます。ということで、今回は簡単ではありましたが、ジョブチューンで紹介された文房具を一部紹介してみました。やっぱりテレビに紹介されるだけあるなと思います。ぜひ気になったものがあったらチェックしてみてください。では今回はこんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では